はい、こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。カルチョビット青を始めていきたいと思います。さてですね、あと公式戦は3戦、トップロード成田と今回は戦います。さてと、今、ユーナがつくと、ミオが疲れてますね。クルミの代わりにエリカを入れましょう。エリカも結構よくやってくれるんですよね。ハヤカをヒロタを代わりに入れましょう。モエを菊池の代わりに。節子もいいですね。節子は藤原の代わりかな。ミオとユーナが疲れてるから出せないですね。今回もキーパーは廣岡でいきたいと思います。こんな感じですね。そうだ、羽生田を代わりにもうさよでいいや。あれ、さつきは今回奈々子を入れずにさつきで行ってみましょう。じゃあ奈々子はサブで、ストライカーか。ダイナマも怖いですね。塩田あたりが突っ込んでくるかもしれない。さあ、これで果たしてどうなるか。一応相手がトップロード成田の本拠地ですが、順位もあって、こちらの方が勝率高いんじゃないかなと、サッカーくじでは言われておりますが、果たしてどうかな。スタートです。おっと、どうしたんだ。お、危ない危ない。こちらが攻められていたんだ。右側から左に攻めてますね今。ん、危ないぞこれ。うまい節子。さあ、チャンスだが、これは割りましたね。あっと、そうだ、当たったんだ。サチコ、これは決めることはできません。確かにね、そろそろ、そうそう、奈々子がいない状態でも、奈々子落とした状態でも、結果を出さないとっていうのはありますよね。層の厚さも出てきたというような気はするが、枠井、気をつけろ。気をつけろ。やばいぞ。おーっと、ゴール前入り組んでる。うまく相手を翻弄してる感じですね。なんでそこにギャウストーンがいるのに。あやかが取りました。さて、空いた。これはノーと、先取点。今はオフサイドじゃなかったですよね。さあ、なぜオフサイドじゃないのか。どこにいるんだ？見えないぞ。ん？オフサイドじゃないんだ。よく見えなかったですよね。緑の板位置が。いや、そんなことない。精神がちゃんと見てるはずなんで。と、ピンチだ。お、抜けた。おっと、広岡がそこにいた。趣味は良くなってますよね。疲れた時が問題。結構、マークが結構、マークしてるんで、そんな簡単にはいかないのかなとは思います。その効果が出てるのか。ここはうまく逃れました。さて、そろそろスタミナ切れも心配ですが。
守りが確実に守りの質がアップしてるっていうのは間違いないでしょうね。ワンツー。窓かセンタリング。サツキが惜しい。あっと。ちょっとこの辺のエリカの意識がもうちょっと高ければ。さあ、前半もまもなく終了です。リードしたまま後半に行きます。今のところまだあれですね。ないですよね。向こうの方がなんか疲れが少ないな。ただ向こうは一人交代してますからね。さあ、相手がちょっと元気な相手が攻めている。ちょっと節子が疲れてるぞ。菊池に変えましょう。萌と菊池を入れ替えます。さあ、攻めてる、攻め、ここは止めた。幸子が、ワンツー、節子。うまく上げてますね。エリカに当たって、そっと反対が、反対サイド、窓かに通った。そして、これは、ですね、なかなか、パス回しがいいですね、両チームとも。おっと、これファールだ。さーってピンチですね。気をつけないと。おっと、キーパーよく守った。と、ここで、ミッドフィルダーもチェンジですか。七子か、三木本か。まあ、三木本ですよね。どれに変えるかな。サヨかな、サヨチェンジ。ミホも疲れてるな。どっちを変えればいいのか迷うとこです。ミッドフィルダーみんな疲れてんですよね。緑が超えた。おっとゼロケージになったぞ。これ7個に変えましょう。ミッドフィルダーがいいですね、判断が。ファールだ。さあ、ここでまとめて選手が変わる。まどかも疲れてんのか。三木本を上げていこう。と、間違えた。さあ、綾香から菊池。これはノーホイッスルだ。ムニョス早い。もっとミノイがもうここまで下がってきている。マドカから緑へ。緑がまた上がってきた。運動量がいいですね、緑。これ自分で決めようっていう考え方か。さすがにそんなに甘くはない。さあ、しかしコーナーキックのチャンスを得た。さあ、変わった奈々子が、で、幸子。完全に空いてて2点目。これ決定的ですね。幸子がうまく合わせました。相手を攻撃に、カウンターで攻撃につなげたいから、守備参加が少ない感じはありますよね。その賭けが、裏目に出たっていう感じでしょうか。さあ、チャンスですね。チャンスであり、ピンチです。さあ、しかし、ここ、キープアイ守っているが、決まらない。これで、アディショナルタイムに1分。もうちょっとですね。さて、勝ちました。2対0。いい試合でした。特に守備が良かったですよね。そう、なかなかレベルの高い、最大、この塩田の個人プレーなんか良かったんですが、した。そして前半23分。ん?オフサイドじゃないのか?ちょっと見えにくいとこから上がってますね。緑早いのかな?さあ、早いですよね、緑。後半38分でも、
こんなスピードありますからね。タフだし、あの、スピードがある。そして2点目、幸子が、うまく頭で合わしました。で残り1分だったんですが、これは決まらず、そしてその2対0で勝利です。これで2位はキープ。タマミラジオとはまだ勝ち点1差ですね。タマミラジオ食いついてるんで。ただ、あの、首位の佐世保ドッグス負けたようです。勝ち点が2差になりました。もしですね、1位になりましたら入れ替え戦なんか関係なく昇格できます。ということは残り2試合、まだわからないということになります。愛されてますよね。その佐世保と首位、争いっていうか、直接対決です。これで勝てば、首位での浮上というのも、可能性が出てまいりました。非常に次重要な試合になるんで、どうしようかな。フルメンバーで挑みますか。ここまで来たらもうやるしかないですよね。ちょっと1年予定早いですが、N1 に上がっちゃいましょうかって思います。はい。というわけで、次回の試合もお楽しみに。スターフォースポケットじゃない、カルチョビット青をお送りいたしました。高評価とかですね、この最後の20秒に流れる関連動画など、見ていただければ嬉しいです。まだの方、チャンネル登録もぜひよろしくお願いいたします。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。